はい、こんにちは、僕です。ユニコーンオーバーロード続きをやっていきたいと思うんですけれども、ですね、採掘場でお金稼ぎとかフェブライトをね探そうと思っていたら、新しい地図が出てきてしまったんですよね。コルニア地図6とか、まあ、全ての大陸で6番目の地図をね見つけることができました。6番まであるんですねなので、まず今回はこのね手に入れた地図一つずつ捜索していきたいなと思っておりますね。ん？これどこだ？この辺に川なんてあったっけ？あ、ここかな？あれ？ここって行けなくない？あ、この辺な気がするな。そっち側に行くためにはここクリアしないといけないんじゃないかな。クリアしてしまおうか。じゃあここはねちょっと録画外で挑戦したらクリアできたので、そっとねデータをやり直したんですけど、分かっているだろうがこの先は往生だ。本気で来い、死にたくなければな。敵軍をねしっかり制圧していきたいと思いますね。で若干ね編成を変えていて、ヒルダ隊にねこの子をね加えています。レーニス、フェザーフォアですね。あとは特に何もないんだけど、ちょっとね6部隊目もなんとか作りたいなと思っていろいろ考えてるんですが、難しいですね。あの小石、総小石とか非小石が全然数足りてないので難しいなと思ってるんだ。とりあえずそこの魔術師とか倒しに行きましょうか。やれますね。これ向かってくるんだよね、こっちに。で、夜だからダイナ隊も活躍できるでしょ。思い知らせて差し上げますわ。結構ね、このモニカ隊とか既存のユニットもいろいろ見直したりとかしています。ここで迎え撃ちますか。とりあえずここは解放軍のものです。どんどん向かってきそうですね。恐るるに足らん。ダメージ受けてる。大丈夫大丈夫、復活さえしてくれてればどんどん向かってくんな。残らず蹴散らして、回復してますね。ダイナ隊はねちょっといろいろ闘技場で試してみた結果、敵にソードマンがいるとしんどいですね。先制開幕の必中攻撃がダイナに当たると死んでしまうので、あらかた片付きましたか。これでまた出てきたな。恐るるに足らん。一応敵のレベル40なので、そうだよね、戦ってればレベル上がるよね。そしたらそろそろ新しいの出していきますか。敵の拠点もいくつかあるんだけど、まあ、レベルも上げたいからさ全部倒していきたいかな。ガードエールだって。心配せず見てな全部返り討ちだ。私だってあ、これ以上レベル上がってもね多分新しいスキルは覚えたりとかしないと思うんですよね。じゃあ上の見張り台落としてしまおうかな。ヒルダ隊一応見ていきますか。結構整ってきたのではないかと思うんですけど、ファストムーブでまずラインバスターでしょ。テンペストドライブ、フォトンアロー、このフェザー棒の子はね、まあ、火力色というわけではないので、まあ、枯れ役ですよね。とにかく敵の攻撃を避けてもらわないといけない。ディレイショット、片付きましたね。で立ち穴はスキル枠に空きがあったんで、敵の数がねもう減ってしまった後 AP が残ってたら、ヒールを使うようにっていう指示をしてますね。かっこ撃破でいきましょうか。じゃあとりあえずそこまで行ってもらおうか。これ倒しきれないんだな。
ここだろ、私に任せな。でこっち側も行ってもらおうか。来い。飛竜より多く骨のない連中だね。どう動けばいいね。ちなみにダイナで倒せるっちゃ倒せるのか。どうしようかな、モニカ隊で行こうかな。なのでよし行こう。考えるんだ。ブレイブオーダー届くかな。違う、ロイヤルオーダーか。届きますね。本に来ますわ。ロイヤルオーダーをモニカにかけて突撃するんだけど、これ間に合わないな。途中で敵出てきそうなので、出てくる敵はこっちで片付けますか。ついたよ。ほら出てくるよね。完璧だわ。よし、じゃあ敵の本拠地ですね。一応敵には飛竜がいるけど倒せるんだ。うん、バトルホルン。高度速度下げられるけど、うん、追撃が楽しいんだこのチームは。私も行く。先にワイバーンナイトを倒してほしいところだけど、魔法は全然効かないんでね、このチームには。オッケーオッケー。あとワイバーンナイトな。攻撃当たるかな。まだ AP 残ってたのか。倒しきれるのかこれ。倒しきりましたね。よしよし、もうみんなレベル40になりましたよ。ステージクリア。でここが通れるようになったので、さっきの探しに行けるかな。それともクリアしないとダメなのかな。うん、オートグランコリヌへの進軍経路を確保できました。ボルトルトリで解放戦クリア。この周りあんまりうろうろできなかったと思うんだ。これより先に進めば、最後の戦いになる。こっちに、あ、行けないんだ、やっぱり。これ、一角獣の葉をクリアしないと、これ取りに行けないのかな？あれ、それともここじゃない？あ、なんかちょっと違う気がする。てっきりここだと思ってたけど、右上に橋なんてないですね。え、ここじゃないのか。あ、こっちだ。ここでした。全然関係なかった。ロスラリスの花剣。新しい剣が出てきましたけど。PP プラス1、HP 回復量30%。HP を回復するわけじゃなくて、回復量が増える。まあいいや、新しい武器が出ましたね。次も探していきますか。ドラケンガルドの上の方だな。これどの辺だろうな。もうこの辺から行けるんじゃない？あ、ありました、ありました。見つけるの早かったな。ヘレボルスの花斧。これも同じなのか。なんか花系の武器が出てきましたね。PP プラス1でデメリットがないのはちょっとありがたいですね。じゃあ次はエルヘイムの、あの端っこかな。これは分かりやすそうだな。この辺じゃない？こんなところにあったんだ。オーキスの仮装かな。確認するまでもないだろうけど。うん、やっぱり同じなんだ。PP プラス1の装備。PP プラス1の武器なんだ。で、次はじゃあバストリアス。どの辺だ？森になってるな。あ、ここにありました。バストリアス地図6。クイーンズの花弓。じゃあ次は、次で最後ですね。最後アルビオンですね。アルビオンのこれどこだろうな。これヒントが道の形しかないんだよな。どの辺だろうな。こういうところとか違うか。
この辺、あ、あったあった、見つけました。アルビオン地図6、ルピナスの花杖、これで全部か。もうこれ以上地図はないんですかね。うん、まあ一通りね、1から6まで全ての大陸で、うん、宝物は見つけ済みとなっておりますが、そしたら今度は次の目的地が各国のね聖書を目指すっていう、うん、クエストになっておりますので、まあこちらもね順にやっていきましょうか。聖女の六賢人っていうクエストなの。どこから行こうかな。コルニアは最後にした方がいいかな。ドラケンガルトから行きますか、じゃあ。一つ目の聖書にたどり着きましたけど、何があるのかな、ここで。あれ？ベレンガリアさん。なぜ聖書に同行を、私に支配の術をかけたバルトロのことが知りたくてな。他に聞きたいこともある。聖書に祈りの力を与えるわ。何が起きるんですかね。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよ。六賢人ってそういえばいましたね。この人たちはどこにいるんですかね。よくぞ来た。聖書の賢人よ、私の質問に答えてもらおう。ガレリウスに協力しているバルトロという魔術師、あの男は何者なんだ。天才魔術師、そう呼ぶのがふさわしい稀な才能を持つ魔術師だった。だがおよそ常識や倫理観を持ち合わせていない男でもあった。禁忌を踏み越えた術も多く考案し、降霊術もその一つだ。バルトロもその術で誰かの体を乗っ取っているのか。バルトロ自身は降霊術に頼る必要はない。バルトロを除いたゼノイラ人の魂は聖書に封じられたが、奴はゼノイラの滅亡後も長い時をかけ写し世に自らの実態を編み出したのだ。古代ゼノイラ人の生き残りというわけか。なるほど。だがバルトロは封印されている魂をどうやって呼び出したんだ。天の結晶を触媒とすることで聖書の封印を超えて魂を呼び出し、降霊術で生きた体に魂を乗り移らせた。あのような離れ技はバルトロでなければ不可能であろう。触媒が必要だったのか。でも天の結晶って何かしら、聞いたことがないわ。貴重な触媒で呼び出せる魂には限りがあったのかもしれんな。そうでなければ手当たり次第に降霊術を使わない理由がない。確かにそうだ。もう一つ聞きたい。私が着ている鎧についてだ。聞いた話だが、アルビオンがゼノイラに攻められた際、教皇がこれと似た鎧を聖書から運び出しナイジェルに与えたらしい。へえ。この聖書にはまだ使える古代の貴重な武具はないのか。残念だが聖書に保管された武具は全て持ち出されてしまった。だが聖書には蓄えられた浄化の力がある。必ず何時らの力になるはずだ。浄化の力、また指輪が強化されたりとかはしないのかな。力は何時らと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、すべての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。六賢人だから六箇所の聖書があるってことなのか。これが一箇所目の聖書でした。指輪から光が、え、セークリットアックスを手に入れた。あ、状態異常無効、アクティブ行動時 HP 20% 回復。これは指輪で引き出された浄化の力、その一部が形を変えたものだわ。これは強力な装備だ、ありがたく使わせてもらおう。残る聖女はあと5つだ。これも武器もらえるの新しいの。ちょっとまた編成いじりたいんだよな。
とりあえずじゃあ次エルヘームの聖書、ここに向かっていきましょうか。ちょっと武器もらえるの嬉しいな。あれ、そこの聖書どうやって行くんだっけ。あー、こっちからか。港というか岬の方から行けるんですね。うん、じゃあこれが2つ目ですね。ロッケン人も2人目、エルトリンデだ。アレイン様、無理を言って申し訳ありません。聖書について知っておきたいことがあるのです。構わない、賢人に聞いてみよう。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。あ、声が違うんですね、一人一人。あれ、コルニアで聞いたロッケン人はコルニアにいるのか。エルヘイムの御子か。一角獣の指輪が真の力を取り戻せたのは、ナンジやエルフの契約の儀式を伝承してきたからであろう。ご苦労であった。とんでもございません、賢人様。一つ私から質問がございます。聖書が建てられた目的とは何なのでしょうか。聖書はゼノイラのさまよえる魂を鎮めるために建てられたものだ。ゼノイラのさまよえる魂。なぜゼノイラは滅んだのですか。ゼノイラ帝国が滅びた理由は、ある傲慢な試みに起因する。それは一角獣を儀式の煮えとし、不死の力を得ようとするものである。何だって。ゼノイラが滅んだのは一角獣の力が原因なのか。そうだ、一角獣による浄化の力を利用し、永遠の命を我が物にせんとする。ゼノイラの魔術師による実験の結果だ、一角獣による浄化の力。その本質は汚れを許さぬ苛烈な純粋さにある。横島な者がそれを制御し利用せんとする行為は、そもそもが力の性質に反していた。一角獣の憤怒の力は凄まじく、ゼノイラ人は一角獣の呪いを受け、生きながらにして肉体を失い、さまよえる魂となったのだ。へえ。そんな。だが皮肉なことに儀式は成功していた。惨劇の後には一角獣と心を通わせた一人の少女が残されていたのだ。一人の少女。少女は悪霊と化したゼノイラのさまよえる魂を鎮めるため、アルビオンの教皇やエルフと協力し、各地に聖書を作った。そして彼女は彼女を慕う人々をまとめ、コルニア王国の初代女王となったのだ。ゼノイラ人の魂を封印した後、彼女は望まず得たその力を手放した。その身に宿した力を二つに分け、指輪に込めることでな。なるほど。一角獣の指輪と乙女の指輪ですね。一角獣の指輪が使えるのは、俺がコルニア王家の人間だからなのか。乙女と一角獣、心を通わせた彼女らに習い、契約の儀を執り行うことで本来の力を呼び戻すことができる。今ならば聖書に蓄えられた浄化の力が必ず何時らの力になるはずだ。これで我が力は何時らとともに。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。謎だった部分が明らかになっていきますね。残りの4箇所でもどうようかな。
指輪から光が。セークリッドスピア。これは全部技術あるのかな？強力な装備だ。一回整えたいんだけど、多分他のところも回れば、それぞれ武器がもらえるんでしょうから、先に全部もらってから、なんか編成を整えたいかな。いや、武器も欲しいけど、なんか防具というか、アクセサリーも欲しいんだよな。はい、じゃあ3箇所目ですね。ゆかりの仲間が来ますね。聞きたいことがあるんだろう。バストリアスブルーがないとここには入れなかった。きっと何か聖書と関係があると思って。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。一角獣の指輪を持つ者よ、この雪の大地へ遠路はるばるよくぞやってきた。聖書の賢人様、知ってたらどうか教えて。このバストリアスブルーって一体何なの？バストリアスブルーとはその青い石のことか。それはかつてエルフによって生成された魔石だ。はるか昔、このバストリアスにもエルフは住んでいたのだ。エルフがバストリアスにも？その時代、各地を侵略した古代ゼノイラ帝国に対して真珠に守られたエルフは不干渉を貫いていた。だが、バストリアスの森に住むエルフはそうはいかなかった。そこで強力な魔石を生成し、自らを獣人と化して戦ったのだ。はあ。それで人が獣人に。でも元の姿にも戻れたんだよね。作用を逆転させ元に戻ることはできたようだ。しかしその術はすでに失われている。もう元に戻る方法はわからないんだ。ユニフィーって耳がとんがってるんですよね。ユニフィーはどちらかというとエルフなんですか？ゼノイラは支配の術を使わず、その石を執拗に狙っていた。何か理由があるのだろうか。支配の術。お主が言っているのはおそらく高齢術のことであろうが、人とかけ離れた存在である獣人に高齢術は通じない。ああ、そうなんだ。故にその青い石が持つ獣人制御の力に目をつけたのだろう。かつて苦戦を強いてきた獣人の力を我がものとするためにな。そういうことだったのか。なんとも因果な石だな。もう時間がない。一角獣の指輪に浄化の力を授けよう。聖書に蓄えられたこの力でガレリウスの野望を止めるのだ。ユニフィーの思い立ちも気になるけどな。我が力は何時らとともに。指輪の力が強くなったのを感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなる。これで何箇所目？3箇所目になるのかな。指輪から光が。セークリッド棒。じゃあ残りはあと3つといったところで、まあ、コルニアに2箇所と、アルビオンに1箇所。ここは4箇所目になりますかね。ここは2人だけなんだ。聖書に祈りの力を与えるわ。スカーレット。指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。
ここでも何か聞きたいことあるのかな。今日は娘よ、よくぞ救世主を導いてきた。私のことをご存知なのですか。教皇アランはバルトロに操られここを破壊した。無念だったろう。賢人様、どうかお教えください。なぜ教皇の血族に聖書を破壊する力があるのでしょうか。その経緯を語るにはパレビア聖教発祥以前に遡る。800年以上も前のこと。当時古代ゼノイラの魔術師らは人知を超える力を求めていた。かつてパレビアの地に存在した一角獣の力に目をつけた彼らはアルビオンの民を使って実験を試みた。結果生み出されたのが天使と呼ばれている者たちだ。へえ。そんな天使様が作られた存在だなんて。だが翼が権限した以外に力はなく、魔術師らにとっては失敗作だった。その後幾度と繰り返された実験で聖なる力を宿せたのは一度きり。まさかそれがパレビア聖教の始祖様。そうだ、それこそが教皇の力、さまよえる魂を鎮める力だ。魂を鎮める力。なぜそれが聖書を破壊する力に。この聖書には二つの役割がある。一つが古代ゼノイラの民の鎮魂、そしてもう一つが浄化の力の蓄積だ。ガレリウスが教皇に行わせたのは沈められた魂の解放。それはすなわち聖書が有する役割の一つが破壊されたということ。だがもう一つの役割である浄化の力は未だ失われていない。お父様は聖書が破壊されることを予見されていたのね。そうか、だからスカーレットに導き手として使命が与えられたのか。浄化の力をこの一角獣の指輪に託すために。800年前から始まっている物語だったと。これは我が力は汝らと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。なるほど。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来るべき時、我らの力が汝らの助けとなろう。六賢人は何なんですかね。指輪から光が。セークリッドロッド、アクティブ行動時 HP20% 回復ね。今回は杖か。これね、たくさん武器手に入りましたけど、やっぱりね、ちょっと使い方に悩んでしまいますね。悩ましいんですよね。やっぱり AP とか PP がね、増える武器の方が使いやすいんですよね。で、そしたら、まずこっち側に行こうかな。残り2つのうち、まだ入ったことがない。こちら側の聖書。ここも2人だけなんだ。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。ガレリウスの野望を止めるため、今こそ我が力を託そう。聖書の賢人よ、ガレリウスはゼノイラの皇帝を名乗っているが、それは本当か。事実だ。奴は危険な男。そもそもゼノイラ人はこのフェブリスとは異なる大陸の民。あ、そうなの。極めて高度な魔法技術を誇り、隆盛を極めたゼノイラだったが、後継者をめぐって内乱が勃発。魔術の応酬で戦いは泥沼と化し、ガレリウスが勝利した時にはゼノイラは人の住める地となっていた。空虚な王位になるかと思われたが、ガレリウスは諦めていなかった。生き残ったゼノイラ人を従え、フェブリスへの侵攻を開始したのだ。
古代ゼノイラ帝国は外の大陸から来た侵略者だったのね。当時のフェブリスにも小国はあったが、ゼノイラとの力の差は歴然。真珠で守られたエルヘイムを除いて瞬く間に各地は制圧された。ガレリウスが本当にゼノイラの皇帝であるなら、それを名乗るバルモア将軍は術で操られているのか。いや、あの禍々しい力、おそらくは異なるものだろう。違うの？異なるもの。降霊術ならば打ち倒すことで降霊した魂はその身から消えよう。だがあの者がまとう力から察するに、ただ倒すだけでは済むまい。とにかく奴をこのまま思い通りにさせてはならぬ。今こそ浄化の力を託そう。必ず何時らの力になるはずだ。どうなるんですかね。ガレリウスとバルモアはなんで名前変わったのかなって。これで我が力は何時らと共に。指輪の力が強くなったのは感じるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、全ての聖書を巡るのだ。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。なんでバルモア将軍からガレリウスに名前が変わったのかなって、一番最初そんなに気にはしてなかったんですけど、何か意味があるんですかね、やっぱり。セークリットシンボル。お、状態以上無効で、かつ HP20% 回復のアクセサリー。それはちょっと使いやすそうかも。よし、じゃあ次で最後ですね。城塞都市エークイット。懐かしいな。なんか全てはここから始まったわけではないけど、なんかそんな気持ちになる。懐かしい場所だな。6箇所目になります。ここも2人なんだ。聖書に祈りの力を与えるわ。一角獣の指輪を持つ者よ、指輪を出すがよい。この人が初めて会った六賢人の声かな。指輪の封印を解き、真の力を得たようだな。聖書の賢人よ、あなたはガレリウスに対抗するために指輪の封印を解く必要があると言った。そして再び聖書を訪れよと。それはなぜだ？聖書が長い時を経て蓄えた浄化の力を指輪に与えるためだ。なるほど。指輪の真の力だけでは対抗できないということか。ガレリウスを完全に倒すにはゼノイラ人たちの魂を救う必要がある。ゼノイラはかつて一夜にして滅んだ古代の王国。なぜその民の魂を？ゼノイラ人はある儀式が原因で肉体を失い、魂だけの存在になった。それ前というか前回聞きましたよね。大海に干渉できず、ただ空を漂い続ける。その苦しみは想像を絶した。心の弱い者は狂気に取りつかれ、やがて悪霊となる者も現れた。その者たちの魂を眠らせ、隔離世に封じるため作られたのがこの聖書だ。それをガレリウスがお父様や私を使って破壊した。そうだ、奴は隔離世と写し世を断絶する封印を破壊した。今ならば隔離世と写し世をつなぐ道を開くこともできるであろう。ガレリウスはゼノイラ人たちの魂を現世に呼び戻すつもりなのか。悪霊と化した魂が解き放たれれば大きな災いとなろう。だがゼノイラ人たちの魂を救済することが聖書の持つ本当の役目。この聖書に蓄えられた浄化の力が
必ず何時らの力になるはずだ。これで全ての聖書を訪れましたけど、どうなるのかな。我が力は何時らと共に。指輪の力が強くなったのを感じるわ。全ての聖書を巡り終えた今、その指輪は完全なものとなった。来たるべき時、我らの力が何時らの助けとなろう。何が変わるんだろう。さらに強化されていたりしないかな。 APPP プラス2みたいな。指輪から光が、セークリッドソード、これで全ての聖書を巡り終えたのね。お疲れ様アレイン。指輪に聖なる力が込められたのが感じ取れる。かなり強い力よ。ありがとうスカーレット。これで戦う準備はできた。ガレリウスを倒すためグランコリヌ城へ向かおう。一角獣の指輪と乙女の指輪、二つ目じゃないよね。やっぱり何か効果変わっていたりするのかな。あれなんかスキル、アストラルブレード、正気の中で真の力を発揮する。セレスティアルライト、味方がハテナで攻撃される前に発動。正気の中で真の力を発揮する。何なんだろうな。正気っていうのはちょっとわかるんだけど、どういう力を持ってるんだ。スキルだからセットしておかないといけないのかな。消えてる。セレスティアルライト、味方がハテナハテナハテナで攻撃される前ってなんだろうな。効果がわからないし、真の力って何なんだろう。アストラルブレード、これも効果がわからないんだ。セットしておけばいいのかな。そしたらですね、まだ残っているクエストがあるので、ここも片付けておきましょうか。プルム、パフムの町解放戦、これは一度ね、録画外でクリアしていたんですけど、解放戦とは名ばかりで、これをクリアしても特に新しい街は出てこなかったんですよね。ガレリウス様への謁見など100年早いわ。ここで始末してやる。覚悟しろ。サクッとやっときましょうか。とりあえず2部隊向かわせていきますか。特にアーチャーはいなそうなんで大丈夫そうだな。狙われているようだぞ。グラビティ、どこに。橋の上か。敵来るかな、こっちまで。たまにはみんな確認していけますか。なかなかね、見る機会はないと思うんで。痛いな。援護射撃が痛いですね。アイアンベール、ヘッドスピニング。ちょっと待って、簡単に片付きすぎだろ。相手になろう。どちらもね、ちょっと、多少の変化はありますけど、なんかここで説明するような内容でもないかなと思って、結構作戦をね、挑戦したりとかしていますね、全体的に。なるべくね、AP が余ったら、戦闘終了時に回復するような作戦にね、していますね。そして残り、モニカ隊もレベル40なんだよな、なんだかんだ。ダイナ隊とか出しておきますか。出撃するよ。どう動けばいいんだい。倒しておこう。心配せず見てな。これがダイナ隊。ウルフパック、ウィークハント強いんだよな。ダイナのウィークハントがめちゃくちゃ強いんですよね。これも強いけど、その後の追撃が強い。ヒークハント102だからね。重装系の敵にも結構大ダメージ与えられるんで、使えるんだよな。そしてアレイン隊ですね。アレイン隊も確認していきますか。精霊の怒り、スピニングエッジ。ここはね、APPP が全体的に過剰な気がするんだよな。こんなに APPP いらない気がするんだけど、一応マシマシにしてるという感じで。
これで終わりだ。容赦しません。誰も死なせ。見てなさい。使います。これで大丈夫。このままでは立ってられるか。いけ。まだ終われないから。歯向かう者は体に刻め。一生悪くない。回復します。多分同レベル程度の相手だったら簡単に倒せてしまいますよね、やっぱり。フラウがレベル1人だけ41なんだ、なんでだ。よし、片付きましたね、ここも。まあ難なくクリアできましたね。まあ、以前来た時はそこまで手こずりはしなかったんですけど、まあ、より簡単にクリアできた気がする。おっと、グランコリヌへの進軍経路を確保できました。プルムパフムの町解放。ここはね、町に入ることができないんですよね。じゃあ今回いよいよここ行きますか、一角獣の覇王。他特にやり残してることとかないと思うんですよね。ここにびっくりマークがあるんですけど、これは、この地図の踏破率が 100% にならないと、次のね、報酬いただけないので、多分ここがね、埋められれば 100% になるのかな。一旦ちょっと今回はこの辺で終わりにして、続きはね、また次回やっていきたいと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。ではまた。